このように述べた上で戦後70年談話を14日に閣議決定し発表する考えを示しましたまた談話の内容については自らに一任するようを求め役員会で了承されました続いて安倍総理は自ら呼びかけて公明党の山口代表らと会談し談話について説明しました関係者によりますと公明党側からは分かりやすさが大事だ 日韓や日中の関係のためになる内容にしてほしいなどという注文が出されたということです安倍総理は公明党の意見や有識者会議の報告書などを踏まえて談話の最終的な爪の作業に入ります